で第7試合からベルト戦線へと入ってまいります。後半戦第7試合 GSC ヘビー級戦ジュニアヘビー級選手権、王者が天草選手、そして挑戦者が先日メキシコから帰国した宮脇潤太選手です。まあ天草選手、一説には少し前まで混合にいたですね、覇王選手なんじゃないですかと言われておりますが、我は天草ですとね、健太選手も大注目です。天草選手に注目してるよと。どう天草選手を形作っていくのか、飲まれるのか、我はと。まあ、天草選手がいかに天草というものを身につけるかというところに注目してるよみたいなことを健太選手も言っております。ただまあ天草選手先日ですね、そのダンテレオン選手に勝ったので以前よりは力強くなってるけれども、なんでしょうかね、こう試合運びでどこまで見せられるかっていうのがいよいよこの GC ジュニアヘビー級選手権で試されるんじゃないでしょうかね。で一方帰ってきた宮脇潤太選手、まあ、これまた一説によるとメキシコに行って帰ってきて、で先日のこの動画でもちょっとお話したんですけどね、帰国した時の、マイクパフォーマンスが面白かったですよね。本日メキシコより帰国しました宮脇潤太です。なかなかそんな真面目な帰国後のマイクってねえだろみたいな、まあ、これがそういうキャラ立ちなのか、あえてこうナチュラルテイストなのか、全然ギミックねえよねみたいな、まあそれもある意味ノアらしくていいのかもしれませんし、何でしょうね、いい子宮脇くんっていうか母性本能くすぐるのかもしれません。ちょっと髪型も変わりました。甘いマスクです。人気が出るんじゃないかなと思います。じゃあこのメキシコから帰ってきた宮脇選手がどう試合を作れるの、例えばいろんな技はひょっとしたら短期間でですねものすごく身につけて人の目を引き寄せられるかもしれない。ただ試合運びという意味でどっちが試合を作るのかな、まあ、作るという言い方も変ですけど、試合の流れをですね、しっかりとこう作るのはどっちなのかなというのがこの試合の見どころなんじゃないかなと思います。ただまあ、メキシコから帰ってきて、その選手がですねすっとここで挑戦というのもなかなかノア・ジュニアにはなかったことですし、天草選手も言えば、先日ある日現れてダンテ・リオン選手にいきなり挑戦してベルトを取ったっていう、まあ、非常にこう変な意味、今までのジュニアヘビー級戦線に全く絡んでなかった2人の対決。ちょっと前は早田選手が絶対王者の貫禄を見せてたりですね、その前でいうと原田大輔選手がこうノアジュニアをこう形作ってたりですとか、まあ、そこにこうポコッと空いたところに天草選手と宮脇潤太選手がこう入ってきたっていう、まあ、そんな感じがありますね。まあ、この2人がこうおおと思わせる試合を作れるのか、はたまたとなってしまうのか、この第7試合、まあ、この前がですね外国人選手のこの対決なので、ひょっとするとこの微妙な空気感の中で、休憩もないのかな今回、その後にこういきなりこの、ジュニアヘビーが始まるんでですね、空気を作れるかどうかっていうところも注目してみたいと思います。で今ちょっと原田大輔選手とかですねちょっと話が出たのでついでに触れますと、今は実はノア結構ピンチだと思うんですよね。何がピンチかっていうと、こういわゆるノアらしい攻防といいますか、その受け身をしっかりと取ったり、例えば腕を一つ攻めるにしても小川義成選手じゃないですけども、その一つの攻めだけで何十パターンも持ってるというか、それで試合が作れてしまうような選手っていうのが今ものすごく少ないといいますか、怪我をしてるというか、ノアで長らくこう主軸を張ってきた選手がちょっと離脱してるっていうのがちょっと気になっています。
塩崎剛選手そうですよね。それからこのノアジュニアで、引っ張ってきた原田大輔選手、そして、小川義成選手のね投稿を受けてめきめきとこう伸びた早田選手いないですよね。非常に今痛いなと思います。はい、まあそんな中でこのフレッシュな顔ぶれの2人が第6試合のひょっとしたら微妙な空気のあたりですね、どう試合を作っていくんだろうと、なかなか今までのジュニアヘビー級戦線になかった戦いなのか、見てる方がハラハラするようなジュニアヘビーになるのか、まあ温かい目でこの第7試合見てみたいと思います。はい、そして第8試合です。杉浦隆選手、小島聡選手 VS 丸藤直道選手、健太選手の GSC タッグ選手権。これこの後の第9試合が実は GSC のジュニアタッグなんですよね。で、まあこのノアの元旦武道館、お祭り的要素があるとはいえ、GSC ジュニアタッグよりもこの GSC タッグが前に来たっていうのもある意味意図的なものというか、なんでしょうね、いろんなことを考えたのかなと思うんですけど、私の意味をこう感じてみたのが、第6試合がさっき言った外国人選手対決、そして第7試合がこのちょっと賭けに出たかのような、まあ、まさしくノアの未来対決なのかな、天草選手がどこまで作れるかあるんですけど、この後にやっぱりこうしっかりしたカードを持ってきたかったっていう、しっかりしてなおかつ花のあるカードを持ってきたかったっていうのがこの、GSC タッグが第8試合にラインナップされた理由なんじゃないかなと、バランス的なテイストなのかなというふうに勝手に勘ぐりました。はい、そして、カードの内容といいますと、タカ&サトシですね、まあ、最近どんどんコンビネーション良くなってますよね。小島選手が体力がすごく上がってきたのを見てて感じます。試合終盤まで落ちないといいますか、あえてそのやられてる時も結局最後にもう2つぐらいこうギアが上がるといいますか、でそこに持っていくまでに、杉浦選手が耐えて反撃に出た後、サトシと渡そうっていう感じでしょうかね。まあそのパターンがここのところ続いてますから、まあそういう試合展開に持っていけるのか、タカ&サトシっていう王者チームについてはそういうところだと思います。そして対するは丸藤健選手と健太選手の丸健ですね。まあこの試合、まあ実際丸藤選手と健太選手のコンビネーションがというチームじゃこれないので、元々もあの組んでた時もですね、2人の、個性が並び立ったらどうなるよみたいなチームだったんですよ、昔も。まあそれが健太選手は WWE に行ってですね、その後今新日本で活躍してますけど、前回昨年の元旦に健太選手がノアに、帰ってきてくれた時に、どちらかというと新日本で見せてる健太というよりは、もともとノアにいた健太がそれから時間を経て今一生懸命戦ってるっていう健太選手だったと思います。じゃあそれから1年経ってどうなのか、まあ、ちょっとこの肩の怪我がね、私個人的に気になるんですけれども、まあ、飛び跳ねるでなく、かといって全くその新日本でやってる健太選手でもないんだろうなと思います。なんかこれはね、ちょっと全く試合展開読めないですが、そうですね、その健太選手が去年こう元旦に来てくれた時に、ノアファンはきっと健太選手今後ノアに継続参戦してくれるんじゃないのっていう期待というかですね、お帰りなさい健太みたいなムードがすごくあったんですよ。で今年どうなんだろうと思うと、去年ほどのそういうサプライズ感はないですかね。丸藤さんが健太選手の名前を呼んで丸健だと言った時におーっと湧きましたけども、なので今回参戦してこの後継続参戦がなかったら、もう健太選手とノアの接点というのがほとんどなくなっていくんじゃないかなというふうに勝手に感じてます。そういう意味では、この試合で健太選手が
悪態つくのか、今のねこうツイッター駆使するような感じで、言うのか何するのか分かんないですけど、ノアマット継続参戦のなんか匂いなりフックをかけるのかどうかっていうところが一つのポイントでしょうかね。でそういう意味でいくと丸藤選手と健太選手がベルト取っちゃうのかなっていう気がします。ちなみに杉浦選手と小島選手の、YouTube 見られますかね。 YouTube というかノアが作ってるノアの公式なんですけど、まあ、対談というかね屋外でこう話してるシーンで、でぶっちゃけ契約いつまであんのみたいなでそんなトークありですかみたいなことをこう杉浦選手が何度もこう笑いながら突っ込むんですよ。まあその通りになるのかどうか分かんないですけど、まあ、小島選手本当に、ノアでねこう明らかな爪痕を残してくれてるので、ぜひこう小島選手にはノアにこれからも継続参戦してほしいなと思うんですけども、今回に限ってはまあその新日本の契約問題ちょっと分かんないですけど、健太選手がなんかなんでしょうね、圧倒的なやっぱり健太ノアに欲しいよねって思わせる戦いができるかどうか、まあ、戦いなのか何でもいいです、入場シーンでもいいです、まあ、そういったものを見せられるかどうかというのがこのカードの見どころなんじゃないでしょうか。で今、ね、入場と言っちゃいましたけど、やっぱこのカードについてはその試合内容もさることながらやっぱりオープニングから目が離せないというか、オープニングがもうすでに絵になって、それまでのカードをちょっといきなりこう雰囲気を変えてくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、いずれにしても試合内容、入場シーン、そして結果、その後の健太どうなるっていうのがもうすべて見どころ満載のカードになってるんじゃないかなと思います。第8試合です。そして第9試合、 GSC のタッグを差し置いて上位に来ました。陽平選手、KG 選手 VS 小川義成、エイタ選手と、まあいろんなバランスがあってこの試合順なのかなと思いますけれども、まず、上に書いてあります陽平選手は先日 KG 選手、まあ、ドラゴンゲートのですね、KG 選手と組んで GSC ジュニアヘビー級タッグを取りました。小峠選手、吉岡選手から取ったのかな。でまあ、試合その試合内容だけ振り返ると、陽平選手がかなり攻め込まれるシーンがあって、粘りに粘って KG 選手に引き継ぐみたいな、まあ、そんなカードでした。カードというか試合でした。でこの陽平選手と KG 選手でちょっと注目いただきたいのはやはり入場シーンでしょうかね。おそらく KG 選手がラップで入ってくると思います。まあ、それに対して陽平選手が乗りながら来るというのがこの日本武道館でもやはり披露されるんでしょうかと。そしてその陽気なファイトが、攻め込まれる展開になると思うんですけど、どこまで陽平選手が耐えて KG 選手につなぐのかっていうのが、この王者チームの見せどころ。対するは小川義成選手と瑛太選手です。でですね、実はこれ伏線がありまして、先日、小川義成選手と瑛太選手が揉めてるところにですね、ノサーロンガイ選手が割って入ったというか、まあ、ちょっとその経緯はあれなんですけど、瑛太選手をノサーロンガイ選手が裏切って小川義成選手と握手したっていうシーンがあるんですよ。で引退を2月に控えたノサーロンガイ選手がそれまで着ていた T シャツを脱ぐとスティンガーの T シャツだと、で小川義成選手と握手をしてお別れしたっていうのがちょっと前にあったかと思いきやですね、先日小川選手と瑛太選手が、まあ、そういった中でシングルしましたと。そして非常に白熱してお互いに腕一つの決め方で、見せていくというか、全然派手じゃないんですけどね、こうついついこう見入ってしまうような本当にいい試合だったところに、ひろき選手、それから忠介選手かな、混合のジュニアが乱入して試合を壊しちゃったと。でまあ怒った小川選手なり瑛太選手が、まあ、それを蹴散らすみたいな、まあ、そういった流れになって、その後なぜか不思議な小川選手と瑛太選手が、まあ、握手するみたいな、まあ、
それで仲直り感も別にないんですよ。ないんですけど、その試合の後にやったまたこうノアジュニアの大会でですね、 N イノベーションだったかな、ノアジュニアだけの興行の中でエイタ選手がこう、まあ、この傭兵選手 KG 選手が防衛戦した後に、俺がそのベルトに挑戦したいと言うんですよ。で傭兵選手がでパートナーいんのみたいな話になったんですけど、俺のパートナーはあの人しかいないっしょって言って小川義成選手の名前を出したっていうのがここまでの経緯です。まあでもその場に小川選手現れなかったんですけどね。なので、会場も本当なのみたいな、本当に組むの組めんのみたいな、ちょっと前に野沢選手と小川選手が結託したんじゃないのってみんなもう頭の中にハテナがいっぱいの状態で実はこのカードが決まりました。さあ果たして当日小川選手と瑛太選手は仲間割れするんでしょうか、それともなんだかんだこう似た者同士というかですね、試合巧者の2人が圧倒的な自力を見せて傭兵選手 KG 選手を蹴散らしてしまうのか、さあどうなるっていうのがこのジュニアヘビー級タッグです。なので、マルケンタッグあるいはタカアンドサトシのこの1試合前のですね GSC タッグ以上に読めない、どうなるんだろうなと、陽気な要素、そして試合巧者の要素、そして試合がひょっとしたら空中分解しちゃうかもねのハラハラしながら最後の結末を見れるのかこの試合っていうのが第9試合見どころなんじゃないかなと思います。そして塩崎豪選手がいない中で迎える GSC ヘビー級選手権、ノアの未来清宮海斗 VS 反骨の、王といいますか剣王選手ですね。まあ会見でね JC ヘビーセミファイナルというかまあダブルメインイベントなんですけど、ファイナルに持ってこれなくてごめんなさいっていうのを剣王選手が謝って、まあ、それに対して賛否両論があったっていうのは前回前々回の動画でちょっとお話ししました。まあ本当にメインが今しか見れないスペシャルシングルならば、これは今も見たいし未来につながる戦いなんだと思います。でさっきも言いました塩崎豪選手、まあノアの総長とも言えるべきですね、塩崎豪選手が今いません、腕のね故障っていうのがありました。でそういう中で、ノアのまさしく未来、まあ王子様ですかね清宮海斗選手、本当に一生懸命いろんなことに最近は YouTube に取り込んでますし、やっぱりファンも多いです。で何よりも生え抜き体も綺麗、そして小川選手のトークも受けてる、ノアファンが推す理由がいっぱいなんだけど、なんかここのところ今一つこうノアファンの感情移入を得られきってないような気がする、ね、ちょっと前には武藤選手の継承マッチのようなシャイニングウィザードを譲られたというかね、まあそういったいろんなものを今吸収中の清宮選手です。一方、まあ、剣王選手はですね、まあ道のくプロレスからこう来てくれて、まあノアがまだ本当にしんどい時期にノアの生え抜きの選手以上に何くそうというスタイルを見せてですね、前回の動画でも言いましたけど、俺があの場所に日本武道館に連れてってやるという言葉を力強く吐きました。まあ、そのあたりからもうノアファンの心をガシッと組んでですね、混合結成、そしてあの独特のマイクがまさに正論っていうことをですね吐くんですよ、クソ野郎どもとか言いながら。でそのクソ野郎どもはそう言われつつもその言葉がこうビシビシと心に響きちゃうので、ついつい剣王様のファンになっていくという、反骨と言いながらベビーフェイスっていう不思議なね剣王さんですけど、まあ、最近その剣王チャンネルという YouTube やってらして、そのクソ野郎どもというリング上のあのマイクの裏にチラチラ見えるその人の良さというか、いいやつ剣王っていうね、
まあ、それがYouTube チャンネルでしっかり見えますし、今日配信されたその船木さんとの合同練習といいますか、教えを受けてるところなんて本当にもうキラキラしたプロレス少年のような、まあ、そんな健吾さんなんですけど、まあもう清宮健吾というのはここ数年の黄金カードになってきました。どんな試合展開になるかなというのは本当に読めないんですけど、清宮選手が本当に技のレパートリーが多くってですね、まあ最近ですとさっき言った武藤選手の技の継承というのがありつつ、小川選手に教え込まれたその試合運びというのがあります。ただまあ最近その器用貧乏さゆえにこうなんか凄さが見せられないっていうところが、まあ泣きどころといえば泣きどころなんでしょうか。清宮選手といえば、一時期 GSC ヘビーにですね長い間君臨した時に、杉浦さんやいろんな選手を相手に苦しみながらやられながら諦めない戦いというのがあって、その頃ぐっとファンの心を掴んだように思います。まあ、最近、まあ、実力がこう上がったからなのかもしれませんが、ちょっとそういうですねやられでも立ち上がる的な動きがちょっと減ってきたかなと。いい意味でもあり、こうなんでしょうね、ファンからするともうちょっと感情移入させてくれよなんですよ。まあそういう戦いをどこまで見せられるかなんじゃないかなと思います。そして剣王選手ですよね。まあ体全然大きくないのに、まあいろんなことを言う方もいるかもしれませんが、本当になのにあれだけこう見せていけるというか、まあ蹴りをしたいとしながらですね、そんなに破壊力抜群な技があるわけでもない、だけどなんだかんだ試合をしっかりと作って運んでいくというのはもう本当にすごいなと思います。まあ、トップロープからのプロフェッショナルフットスタンプですとか、まあ、回転して、ね、トップロープから回転しながらダブルニーを落とすという、外した時のことを思ったらもうちょっとドキッとするんですけれども、どういうフィニッシュでこの試合が終わるのか、どちらが最後に立ってるのか、この試合はちょっと全く読めないです。ただやっぱりこのスペシャルシングルを食うぐらいの、もうこのカードを見れてよかったと、長きにわたるファンも、そして全世界からこのカードを見るだろう新しいファンも、いやこの続き見たいよねって思わせる試合になってほしいですし、きっとそうなるんじゃないかなと、あの期待を込めてそう思っています。清宮海斗選手 VS 剣王選手の GSC ヘビー級選手権、読めません、読めませんが未来につながる戦いきっとなると心から期待しております。そして第11試合スペシャルシングルマッチ、ダブルメインイベントの2ですね。まあ、ご存知のようにグレートムタ選手 VS 新助中村選手、まあ、武藤敬司選手が、来年2月で引退、まあ、それに伴って魔界からのやってくるグレートムタ選手もどうやらこの試合が最後になると言われています。わかんないですよ、魔界の話だから。いやまあ一方新助中村選手は一説によるとですね、WWE の今まで会長だったビンス・マコマホンがこう退いたことに合わせて、それまではあのノアからオファーがあった時にですね、実は言ったんだけど全然これビンスはダメって言ったらしいですよね。でもそのビンスがこう退いたタイミングでもう一度掛け合ってみたら OK が出たと、奇跡だと。でやっぱり新助中村にとってみて武藤敬司っていうのはまあ元自分のアイドルですよね。直接その新日時代に触れ合った機会はほとんどないってこう言ってましたけれども、やっぱり武藤敬司あるいはグレートムタっていうのは新助中村にとってみてアイコンなんだろうなと思います。まあインタビューの中でしぶといよねって言ってましたが、グレートムタに、魔界に連れてってくれというようなコメントも出してました。まあ、この試合についてはですね、まあ、第10試合ほどに試合内容というのは、期待してないというか結末どうなっちゃうんだろうなと思ってます。
グレートムタが新助中村を魔界へ連れ去るようなエンディングになるのか、はたまた新助中村がグレートムカを魔界に葬り去るのか、おそらくいずれかになるんじゃないかなと思います。そういうフィナーレとともにやはり注目したいのは入場シーンです。今 WWE のですね、新助中村の入場シーンっていう YouTube があるんですよ。バイオリンをね弾く前奏の後にこう観客がもうスタンディングオベーションですよね。ここまでファンの心を掴んでるか新助中村っていう、それはそれは壮大な、またそれにこう入り込んでいく新助中村、自分の世界に入り込んで自分をこう上げる、まあそういう意味がですねこの入場シーンにあるんだと語っていました。まあ、今回その WWE と同じような入場シーンをこうノアが演出して作るのかどうなのかですけど、まあぜひですね、まあノアなりのアレンジ加えてもいいですけど、この新助中村の入場シーンをぜひぜひ感じてみたいと思います。そしてその入場からもう一気に持っていくあの空気感、これはですねぜひこうノアの他の選手も感じていただきたい。まあ中身で見せりゃいいんだよっていうのももちろんあるんですけど、この入場シーンってやっぱりゾクゾクしますよね、特に空気を持ってる選手というのは。まあもちろん中身が伴ってこそなんですけど、今まさしく新助中村っていうのはそういうことができる選手、スーパースターなんだと思います。まあ、それをぜひ感じたいと。でそれに対しておそらくどっちがこれ先に入場するんですかね、グレートムタなのでグレートムタが最後なのかな、その方がいいかなと思うんですけど、まあだとした時に新助中村のこの入場シーンの後、当然それを上回るようなことをグレートムタ入場シーンには仕掛けがあるんじゃないかと。なのでこの第11試合はですね、この新助中村の入場シーン、そしてそれに対するグレートムタがどういう入場を持ってくるのか、そして試合内容もさることながら、ま、魔界とスーパースターのこの戦いなんでですね、ちょっと内容はもう何とも言い難いんですけども、最後の終わり方ですね、グレートムタが新助中村を魔界に連れ去っていくようなエンディングなのか、はたまた新助中村がグレートムタを魔界に葬り去るのか、ぜひこのあたり楽しみに見てみたいと思います。全11試合見てまいりました。まあこのね日本武道館大会もう本当にお祭り興行だろうと思います、お祭り興行だろうと思いますし、スペシャルシングル今言ってるの見どころもたくさんあると思いますが、それまでの一つ一つのカード中でですね、誰が突き抜けて誰がこう見た人のこう印象心をつかむのかっていう未来に向けての競争でもあると思います。それはもう第10試合の清宮選手 VS 金王選手もしかり、アンダーカードの皆さんもしかり、そして、今回のノアジュニアヘビー天草選手 VS 宮脇選手というこの非常に試み的な野心のあるカードといいますか、チャレンジングなカードというか、まあ、こういうカードの並んだ選手もしかりです。まあ、本当に誰がこう2023年の主役候補に上がってくるのかと、まあ、そういう意味でこの元旦のカードを見てみたいですし、今欠場中の選手がどこでどういうタイミングでこう戻ってくるのかっていう予告編みたいなものがこの 1.1 に出てくるといいですよね。塩崎選手ちょっと長期欠場気になりますし、原田選手、まあ、首ですし、早田選手は腕骨折かな、そういった欠場中の選手、本来でしたらメインストーリーの選手たちがですね、どういう形でこう今後に絡んでくるのかという予告編も見られたらさらに最高なんじゃないかなと思いますが、皆さんどう思われますでしょうか。当日はアベマで
3時から生中継配信も予定されております。でまあきっとですね、アーカイブ取られてまたそれがレスルユニバースとで見れると思いますので、皆さんもぜひご登録してみんなでコメントを参戦も含めて見てみたいと思います。まあこの結果をねまたいろいろコメントつけながら配信できれば嬉しいなと思ってます。まあ、ちょっと長くなっちゃいましたけども、日本武道館プレビュー、まあ、あのボリューム1ボリューム2ともにですね、ボリューム1がカードメインどうなのって、でボリューム2が経営的側面から見てどうなのっていう、この興行がですね、そして興行といいますかメインのカードどうなのというのを喋りますが、まあ、今日は全カードの見どころ、まあ、個人的な見解ですけどもちょっと触れてみました。ね、どういう風に見ないといけないというのはないですけど、ちょっと予想といいますか見どころを勝手に自分でこう思いながら見るとプロレスの楽しさというかノアを見る楽しさも広がっていくんじゃないかと思うので、ぜひぜひみんなで盛り上げていけたら僕も嬉しいです。というわけでまた改めてこの 1.1 元旦日本武道館大会後にお会いできれば嬉しいなと思います。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。